こじゃ。誰もいないじゃないか。お主はそこに立って待っておれ。今呼んでくる。どうしてここに。今お主とはこんな相方しかできないからな。どうしても宮本殿に伝えておきたいことがある。伝えたいことだと。ふざけるな。俺にはあんたに聞かなきゃならないことが山ほどあるんだ。静まれ宮本殿。私は主君を裏切る覚悟でここに来ているんだ。察してくれ。とりあえず話を聞こう。実は宮本武蔵が宝蔵院に来るという噂を流したのは私と陰影殿だ。今お主を誘い出すためにはそうするしかなかった。じゃあ陰影は俺がここに来ると分かっていて陰春と戦わせるような真似を。そうだ。だが宝蔵院を立て直すため陰春を倒してもらいたいというのは本当の話だ。陰影殿を恨まないでほしい。そうか。それであんたが俺に会いたかった理由っていうのは。うん。実はお主にあのお春という少女を守ってほしいのだ。遥かを守る。なぜ。実はあの鶴屋という店の一件、表向きには幕府の宴席ということになっていたが、裏では京都諸子大の板倉が。それは知ってる。板倉が誰かを狙っていたという話のことだろう。そうだ。そしてその人物をあの場から連れ去る計画だったのだ。連れ去る。まさかその人物ってのが遥かだったっていうのか。いかに。板倉は最初からお春という遊女を狙いあの場から連れ去る計画だった。じゃああんたはそれを阻止するために板倉を殺したのか。本当なら殺したくはなかった。だが私の立場ではそうするほかなかったのだ。どういうことだ。今あの娘の存在は幕府内で重要なものとなっている。私たちはあの娘を幕府に渡すわけにはいかなかった。そのため板倉を切るしかなかったのだ。遥は一体何者なんだ。それについては言えない。丸目さん、あんた一体何を隠しているんだ。私の立場ではこれ以上のことを話せないのだ。分かってくれ。あんたは5年前もそう言って俺を騙した。そうだったな。すまん。だがこれが最後の頼みだ。天地神明に誓ってもうお主を騙したりはしない。じゃああんたは俺に理由も話さないまま、誰から遥の身を守ればいいのかもわからないまま、遥を守れというのか。そうだ。あの娘の身にもしものことがあったとき助けてやってほしいのだ。今それを頼めるのはお主以外にいない。私はあの娘を危険にさらしたくはないのだ。では頼んだぞ宮本。いや桐生殿。ちょっと待ってくれ。
吉岡道場に武蔵の名で果たし状を送ったのもあんたなのか。いや違う、私は今回の一件以外お主の名を語るようなことはしていない。本当だな。ああ約束する。キルド、なんだ。お主の周りには桐生一馬之助の正体を知っている人間が何人かいるはずだ。その中にはお主の力を借りて悪事を働こうとする者がいるかもしれん。敵を見誤らんことだ。敵か。だがあんたも敵なのか味方なのか俺には分からない。私はお主にとってどちらの存在でもある。だが今は少なくとも味方のつもりだ。5年前の決着、もしつけなければならない日が来た時はまた敵として会うだろう。では